というわけで皆さんこんにちは、こんばんは、高山です。今回は Windows 11はまだ使っちゃダメだぞって話をねしていこうと思います。今回の Windows 11は Android アプリが動かせるようになったり、ゲーム性能が向上したりと、なかなか魅力的なポイントもあるんですが、これにつられて安易にインストールしたり新機種を買ったりするのは絶対にやめてください。あまりにもリスクが高すぎます。というわけで今回は Windows 95から Windows 11までの数々のバージョンを使ってきた僕が絶対に Windows 11を使うべきではない最大の理由3つを解説していきたいと思います。一応注意点として今回は PC クロートさんに向けた解説ではなくて、どちらかというと PC ビギナーに向けた内容となっていますので、あらかじめご了承ください。それでは早速いきましょう。では一つ目の Windows 11を使わない方がいい理由、それは各社のハードウェアやソフトウェアの対応がまだ追いついていないからです。これはね、僕が Windows 95から Windows 11まで触ってきた世代だからこそ余計に感じることなんですが、 OS のバージョンが変わるってことはそれに伴っていろんなことが変わるんですよ。 Windows 10でね、6年間も維持された超息の長いバージョンだったんで、最近パソコンを触り始めた人とかは OS バージョンが変わるたびにソフトやパーツを売っているメーカーがめちゃくちゃ苦労するってことを多分知らないというか体験したことがないと思うんですよね。マウスやキーボード、プリンターなど周辺機器の販売メーカーはドライバーや付属アプリを Windows 11でもちゃんと動作するように作り直したり動作チェックをしないといけないんですよ。それも1種類直したら OK とかじゃなくて、ヨドバシとかに売っている100種類や200種類全部ですよ。他にも Steam とかで販売されている何万という数の膨大なゲームとかも全て Windows 11に対応できるか、ちゃんと動くのかってのをそれぞれの開発者が一から修正したり調査したりするわけです。ベクターで配信されているフリーソフトや Adobe とかのソフトでもね、みんなそうです。ノートパソコンとかの内部に関しても無線 LAN 装置や Bluetooth 装置、オーディオ機器、 USB 端子など様々な会社のパーツが組み合わさって PC となっているので、これらも製造している各メーカーが一つずつ対応できるように調整するわけです。こんな感じで OS のバージョンが変わるってことはいろんなパーツやソフトの調整が必要になってくるんですよ。これを全ての会社が OS 公開直後に速攻できるのかと、お店に並んでいる何百種類ものアイテムや世界中の膨大な数のソフトウェアの調査や修正をすぐにできるはずがないんですよね。これから時間をかけてメーカーさんや開発者さんが地道に一個ずつ調査や修正をしていくわけです。これらがある程度落ち着くまでに早くても半年から1年ぐらいはかかります。このぐらい時間が経つとね、 Windows 11対応って書いてある製品もかなり増えてきます。もちろんメーカーさんが調査していなくても動くソフトや周辺機器もたくさんありますが、動かないかもしれないっていう不確定なアイテムが多い現状ではちょっとリスクが高いです。少し難しい話になりますが、一応今回の Windows 11は Windows NT 系の OS でバージョンも 10.0 と従来の Windows 10から変化がないので、過去のバージョンアップよりも互換性はかなり高いとは思うんですが、それでもねシステムが変わっている部分もあるので安易にアップグレードしていいよとは言えないです。2つ目の Windows 11を使わない方がいい理由は、要求されるスペックが大幅に上がったという点です。今回 Windows 11で要求されるスペックはこのような内容なんですが、単純にこれ以上あれば快適だとかそういうわけじゃなくて、要求スペックを満たしていても動作激重で悲しい思いをする可能性があります。例えば Windows 10の要求スペックはメモリ 2GB 以上だったんですが、今の世の中ね、 Twitter とかで現代の PC ならメモリ16GB 以上は最低限の人権として必須とかネタにされているわけですよ。言ってしまえば要求スペックの8倍ぐらい搭載していないとまともに動かないと、そんなことが一部で言われたりする時代なんですよね。じゃあ Windows 11はメモリ 32GB 搭載していないと足りないのかと、価格 .com の最低価格でも10万円以上するような PC を買わないと最低限の人権が与えられないのかと、めちゃくちゃ極端な例え話をしましたが、要求されるスペックが2倍とかに跳ね上がっているんですよね。まあさすがにメモリ 16GB もあれば問題ないとは思いますが、 8GB でも全然使えるし、対応ソフトも膨大にあって動作も軽くて安上がりで安定している Windows 10を買うという選択肢を捨ててまで今すぐ Windows 11にする必要はないと思うんですよね。実際に僕が使っている事務用の PC に Windows 11を入れてみたりもしたんですが、アップデート中の文字がバグっていたり、タスクバーからウィジェットを開こうとしてもなぜ
か毎回クラッシュしたり、起動がめちゃくちゃ遅くなったりと、ちょっと微妙な結果になりました。事前に公式の適合チェックツールで Windows 11が問題なく導入できることは確認済みだったのですが、いざ入れてみたらこんな感じです。やっぱりね、確実に要求スペックは上がっているし、不安定な部分も結構あります。他にも最も普及するであろうホームエディションは、セットアップ時にマイクロソフトアカウントとインターネット接続が必須になったので、パソコンを使うまでにアカウント作成やオンライン接続する手間が増えました。パソコンはスマホみたいにお店から端末をもらったら即通信できるわけではないので、テザリングの設定をしたり無線 LAN に接続する設定ができない人は利用すら不可能です。要求される環境や知識のハードルが上がっているんですよね。他にも9インチ以上のディスプレイが必要となったので、一昔前に流行った7インチや8インチの Windows タブレットや、今も密かに流行しているモバイルゲーミング PC などが今後登場しなくなる可能性があります。この点もすごく残念です。一応要求スペックを満たしていなくても無理やり Windows 11を入れる方法もありますが、クラッシュする可能性が 52% 高まるなんて公式がコメントしていたりするので、リスクはかなり高いです。というわけで話をまとめると、 Windows 11は要求スペックが高いので、古い PC を Windows 11にアップグレードしたり、 Windows 11のために新しい PC を買ったりするってのは動作に不満を感じる可能性も結構あるし、コスパも悪いので現状ではおすすめできません。さて、3つ目の Windows 11を使わない方がいい理由、それは操作が従来とかなり変わったということです。これもね、 XP から Vista に変わった時に謎のアカウント制御が出現した時とか、7から8に変わった時に謎のタブ表示になってシャットダウンのやり方がわからない人が多発した時とか、あの時をね思い出します。慣れるのにちょっと時間がかかるかなと感じました。具体的な例を挙げると、まずタスクバーが真ん中配置になりました。僕は今でも従来の XP の時のような表示に変更して使っているので、このタスクバーはかなりきついです。配置も真ん中寄せになるので、アプリを開けば開くほどスタートメニューが横にずれていきます。今までのように左端をクリックすればいいのではなく、常に可変する位置にカーソルを合わせないといけません。一応設定で左寄せにできるように後日アップデートされましたが、他にもタスクバーを左右上に設置することができなくなったりなど、カスタム要素も減っています。あと右クリックメニューが隠れるようになりました。従来のように全ての内容を表示するには、その他のオプションを表示をもう一度クリックする必要があります。同様にスタートメニューからアプリ一覧を表示するのにもワンクリック追加の動作が必要になっています。たまにパソコンを使う人なら特に気にならないかもしれませんが、仕事で毎日使うような人には面倒な手間が増えましたよね。他にも以前は規定のアプリという設定でファイルを開くソフトウェアを一括で変更することができたんですが、これが不可能になっています。例えば後から Chrome にブラウザを変更したい場合などに、以前なら Chrome にすると選択するだけで設定完了だったんですが、 Windows 11で同等の操作をするためには10個以上の拡張子1個ずつに Chrome で使うと設定する必要があるんですよ。これ明らかに解約ですよね。といった感じで従来のバージョンから色々と変更点があります。僕たちみたいに普段から複数の OS を触っていたり、細かい設定変更などを日常的に行っている人なら、レイアウトを変えたり操作しやすいようにカスタムしたり、わからない操作を調べたりすることも比較的簡単にできるとは思いますが、これを全てのユーザーができるのかというと決してそうではないですよね。新しくパソコンを買っても説明書も一切見ずに家族や友人に操作方法を聞いて回ったり、ショップに毎回電話したりとか、こういったユーザーは山ほどいるわけですよ。従来の Windows 10なら提供から6年も経っているので、操作方法を知っている人もたくさんいて、教えてもらうことが比較的容易です。 Google で検索しても答えが見つかりやすく、すぐに解決することが多いです。しかし今回の Windows 11はまだ提供されて間もないバージョンですので、操作や設定の変え方を知っている人も非常に少なく、検索しても思った答えが得られない可能性がかなり高いです。余談ですが、 Windows 8に変わった時にシャットダウンの方法がわからない人が多発して、 PC 使わない時は画面に布をかぶせて放置してると。当時はね、そういう話をめちゃくちゃ聞いたし、身近にも実際にいたので、本当に新しい OS バージョンはね、ある程度時間が経って周りが使い始めてからの方が操作方法も教えてもらえるので苦労しないです。
はい、というわけで Windows 11を入れちゃダメな理由3選でした。今回はざっくりと PC に詳しくない人でもある程度わかるかなっていう内容に絞りましたが、他にも全てのRyzen CPU において性能が低下する不具合が確認されていたり、メモリ使用量が膨大に増えていくバグがあったりなど、細かい部分でも Windows 11はまだまだ入れない方がいい理由が結構あります。とはいえ Windows 11には新しくて面白い機能もたくさんあるので、サブ機に入れて新機能を試したいとかそういうのはめちゃくちゃありですが、やっぱりね現状では一般ユーザーが導入するのはおすすめできないです。もちろん Windows 12が出るまで11は使うなとかそういう話ではなくて、あくまで提供開始直後の今の段階では導入するべきではないなという話です。今後半年とか1年経って対応ソフトやハードウェアも充実してきて、操作方法を知っている人も増えてきて、対応 PC の価格も落ち着いてきたら導入しても問題ないかと思います。すでにね Windows 11搭載 PC が続々と発売されたりしていますが、話題に乗って勢いで買うんじゃなくて Windows 10でも別に困らないんじゃないかと、コスパが良くて快適に使えるのはどれなのかと一旦落ち着いて考えてみてほしいです。今すぐ Windows 10が使えなくなるとかセキュリティアップデートが止まるとかそんなことは当分ないので、店員さんにね Windows 11にしとけば長く使えますよとか言われてもね騙されないでください。そもそも Windows 11はアップグレード無料なので、メーカーさんがソフトウェアなどをバッチリ対応させてからねアップグレードしたくなった時に無料ですればいいだけです。もちろんねわけのわからない低スペック PC を買うとアップグレードできなかったりする可能性もあるので、僕の過去動画なども参考にしてもらって PC のスペックについて一度調べたりしてみてください。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。それでは良き PC ライフを。またお会いしましょう。バイバイ。